うん、美味しい。脂っぽさっていうかないね。肉を食べてるって感じでしょ、ね、うん、うん、こんにちは、フリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日は豚の唐揚げです。お、いいですね。豚から食べたことあるようで食べたことない。食べたことないよね、我々ね、うん、どっか、なんだろうね、豚の唐揚げ、鶏の唐揚げはね、よく食べるけど、豚の唐揚げってあんま食べないよねって話をして、からのちょっといろいろ試作して豚からをご用意しました、うん、今日、ね、そっか、俺の豚の唐揚げのイメージはあの、うん、いわゆるなんか肩ロースとかの、あの塊だった、塊の、うん、をイメージした。あ、そっちでいくのね。そうそう、塊もいいかなと思って、豚駒もいいかなと思ってね、はい、いやいやいや、それが出てきて、あ、なんとなくイメージが分けました、分けました。そうそうそう、はい、割と経済的でね、うん、いいでしょ、うん、そう、でこれもあの多くつくからそう、これも多くつくより美味しそうな気がしてきた、うん、そうだそうだ、はい、いいでしょ、はい、食材は、食材はね、九州の豚の細切れ肉ですね、うん、はい、これ 400g ご用意してます、はい、その他はニンニク、マスタード、片栗粉、そして白ワイン、塩、コショウ、揚げ油です。はい、はい、それではお肉に下味をつけたいと思います、はい、でまずはお塩ですね。お塩、400g の 1%、 4g です、うん、いいですね、豚の唐。でもなんかその細切りになんか揚げた、うん、あるものってなんかどっかで食べた気がするんだよな。あ、そう、どこでこう、でもなんかどっかで、やっぱ中華のなんかみたいなことかな、なんか上乗っかってたとかね、そういうこと、そういうことか、なんかこれ単体のお料理じゃなくて、なく、うん、でもなんか豚の唐揚げありますよ、よく食べますかっていうコメントも、あれエリアかね、かな、うん、俺はもう子供の頃から豚の唐揚げが出たこともない。いや、私も今まで食べたことない、うん、多分定食屋さん入って豚の唐揚げっていうものを見たことがないし、ないよね、豚の唐揚げ定食って見たことないよ ね、うん、はい、はい、いいですか、じゃあニンニクおろしますね。はい、ニンニク2分の1かけ程度使いますね、はい、そしていつものようにマスタードね、和がらしの場合はちょっと少なめにね、 そうですね、そして、白ワインね、白ワインない方は全然料理酒、日本酒で大丈夫ですよ。以上です、もう味付けはこんなもん、下味ね、うん、じゃあこれ揉み込んでいきますですね、じゃあ揉み込んでいきます。はい、いいですか、うん、揉み込んで10分から15分置きましょう、はい、ね、味を染み込ませたいので、うん、置きます。はい、はい、10分下味つけてね、はい、揉み込みした後置きました。では成形していきます。成形、あ、このまま一枚一枚揚げると思った、うん、違うんすよ、これをもう適当なサイズ取ってぐるぐるっと、おいおいおい、はい、そうか、こうなります、ね、素敵だね、こうなります、はい、そんな風に豚こまは食べたことないよ、はい、僕、まあ、一口サイズがちょっとそれより少し大きい唐揚げにするわけですよ、どう、もしかしてね、天才かもしれない。おお、まだ続く。おだてないと。ね、気持ちよく作ってますよ。気持ちよく丸めてます今。これがだから豚こまだからできる。豚こまボールだね。豚こまボールね。豚こまボールの。楽しそうだね。お弁当にもいいですよ、このサイズで入れられば。うん、本当だね。でしょ？こういう発想大事だね。ね、これね。はい、できました。はい。ね、はい、いいですか？うん、じゃあここに片栗粉をまぶして揚げていくわけですね。自分に優しくやってんな、いいね、いいですね、はい、で、反対側もこれもタンパク質、タンパク質ね、豚はね、ビタミン B 分が多く含まれてるから、うん、いいよね、うん、体にいいとされております。揚げていきますよ、はい、ね、温度180度、170度から180度まで上がりました。結構少なめでいくのね、まあ半分ずつ上がればいいかな、半分浸ればいいかなって感じ。下が焦げそう、回していかないと。そっか、もっと入れるか、じゃあ焦げそうだよ、まあ結局重くても焦げるんだけど、多分コロコロしていかないと多分下がガーッて焦げちゃいそうなんですね。全部使っちゃおうか、まあ大丈夫だ、大丈夫、うん、あの、だいたい片面2分ずつぐらいね、うん、あんまり揚げすぎ注意です、硬くなっちゃうから、はい、さあどうかな、いい揚げるようになってきたね、はい、さあ揚げていきましょうか、はい、はい、おお、なんか唐揚げじゃん、見た目唐揚げでしょ、うん、そうなんですよ、はい、はい、じゃあいきます、残りのやつね、うん、カラッとさせたね、はい、じゃあもうね、豚こまのね、唐揚げが完成です。じゃあお皿に盛りますかね、はーい、はい、OK、 若子さん何する、
やっぱり高く盛りたいですよね。あ、それこの間使ったんですね。あ、それ可愛らしい、ね、うん、可愛いと思います。それ可愛らしいじゃん。これでいいんじゃない。あ、いいじゃん、可愛い、ね、手前になると、はい、いいですか。いいね。なんか魚のすり身の唐揚げにも似てるね形が ね、形状が。で、レモンを置いて、で、ブラックペッパー引きましょうか。後掛けブラックペッパーね、うん、うん、いいね、スパイシーな感じで、うん、これを最後に一緒にね、ちぎって食べましょう。はい、完成です。はい、じゃあいただきましょう。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。意外にあれね、脂っぽさっていうか、ないね。肉を食べてるって感じでしょ、ね、うん、うん、すごい下味がちゃんとお肉に絡んでるから、うん、すごい中まで味がしますね、するよね、うん、どうですか池田さん。何層にもこう豚こまが重なってるのがすごく楽しいです、うん、確かにこれマヨネーズ合いそうです、うん、マヨネーズがね、めっちゃ合う、ね、え、マヨネーズちょうだいよ。マヨネーズ合いそうだね。これね、マヨネーズなんだよな。いただきます。はい、マヨネーズつけて、うん、うん、確かに美味しいね。うまい、いいんじゃないですか、うん、もうロゼとか。ロゼめっちゃ合うよ、ね、ロゼ完璧ですこれ、ね、味わい本当にうまい。なので、まあ、10月のワイン引き続きね、うん、ロゼセット3本で1万980円、はい、概要欄からご覧ください。